日時間7日、4月29日から5月5日までの週間 MVP を発表し、の投手が通算8度目の週間 MVP を受賞した。大谷は5日のブレーブス戦で2塁打含む4打数、4安打3打点で一気に数字を引き上げ、1試合休養のため欠場がありながら、5試合で21打数11、安打の打率5割2分4厘。3塁打、7打点、3四球、6得点、2盗塁、長打率952をマークした。エンゼルス時代の7度と合わせ通算8度目。両球団で同賞を受賞したのは、殿堂入り右腕のドン・サットンに次いで2人目。また、非人選手で、両リーグ受賞は、野茂英雄、イチローに次いで3人目となった。ア・リーグは、アスレチックスのブレント・ルーカー外野手が、自身2度目の受賞となった。4日のマーリンズ戦で、球団史上2人目となる1イニング2塁打するなど5試合で打率4割3分8厘、3塁打、7打点、2塁打、4四球、6得点、1盗塁だった。